はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきましょう。さてですね、今回は3位武蔵野ホーネッツ戦です。前回のエルドラド欧州でジャパンカップ2回戦を突破いたしました。またですね、20節函館ペンタゴン戦に勝ったことによりまして、今季の降格を免れました。で、この今回の武蔵野ホーネッツ戦と、22節ホルティール浜松戦でこの7年目は公式戦は終了です。ジャパンカップは函館ペンタゴン戦をやって勝てば準決勝ですね、ベスト4です。この武蔵野ホーネッツですが、選手データ見ていきましょう。S は少ない、反面まあさすがに A や B は多いですね。まあでもそんなに強くないかなというわけでもないけど、リマッセ大阪には勝ってますね。なかなか強力。順位表です。ご覧の通りですね、非常に今9位に上がりまして団子状態になっております。優勝争いもあと2試合ですので、ほぼリマッセ大阪とキャピタル東京の一騎打ちになってきましたね。さあ、試合です。スタメン見てみましょう。ユーナとエリカですね、トップは。サチコは疲れてるんで、このままでいきましょう。マドカをナナミと交換、ミオをサツキと交換するぐらいでいいか。あと萌えですね、萌えをアヤカと交換、ミユキとカナを交換、節子と美穂を交換ですか。で、広川をキーパーに、行きましょう。みゆきかな。さあ、戦術はいつも通り。さあ、誰をマークするか。こう B とか C だ、そんなに強くないんだろうな。ただ、ゾーンはちょっとやや後ろめに。あと、つながる選手。この辺をマークしときましょう。さあ、勝率はやっぱりホームであるから、武蔵野ホーネッツはリードしてますが、それほど我がチームの勝率も変わらないと見られています。さあ、どこまで頑張れるか。お？おお、うまい。ユーナ、この辺のキックの正確性ですよね。求められるのは。ユーナ、ナイス。おっと、ちょっと遅れた。反応してくれたらよかったんですが、オフサイドをちょっと気にしたかな？さあ、これ押し上げてもいいのかな。リスクは承知で。ユーナ、あーっと取られてしまった。サツキを超えた。
ああ、さすがと思った。これオフサイド。これ点取られたと思ったんですが、オフサイドで救われました。オフサイドとアップを仕掛けたっていうわけじゃなくて、結果的にオフサイドになってなったという感じですか。決して褒められたものではない。さあ、守備。越えられた。しかし、ここはキーパーが防いだ。おっと、言うな。それは、まだ痛がってます。ようやく起き上がったが。え？さすがに手強い。耐えられなかったか。さあ反対側萌えに、さらに反対サイド節子、打つ手がそんなにないのかもしれません。さあハイターサイドに移行したが、ナーコうまい。さあ代打、越えられない。サツキ、さあとちょっとこれは力が足りない。選手はまだ疲れてないかかな。さらに渡ったが、これはうまく防がれました。さあ落ち着いて、さあ両側にこの長いこの絡みがいいですよね。これもオフサイドですね。微妙な判定ではありますが、さあこれ蹴ったところで前半終了でしょう。さあ選手交代しましょう。カナンがさっきちょっとバテてたので、彩香を投入いたします。あとはちょっと様子を見ましょう。ゾーンをもうちょっと押し上げよう。さあこれは押し上げすぎ。この辺まで押し上げます。彩香、節子にいるように。抜けた、さつき。守備の戻りが本当早いですね、武蔵野ホーネッツは。おっと、さあ、このバレー玉を。ちょっとここで、さつきと、疲れてます。どっちを変えよう。さつきと、さよだったら、さよの方を変えましょう。そして、入れ替えて、さらに、2本と変えるか。これで、答え枠使い切りました。うまい、彩香。なんで外に出すんだ。さあこれで守備を交代する。おっとノーホイッスル、外に押し出しました。うまい。さあここで美穂に勝った。美穂シュートを打つが、届かない。初見、比較的楽な体勢で、控えております。うまい。おっと川上に捉えた。気をつけろ。さあここは気をつけろ、気をつけろしか言ってないですよ。おっとキーパーが守ります。さあこれでコーナーキックになりました。
また外へ。さっきから自陣の自陣ではボール動きは続きます。さあ反対へ。なあこれユーナが、ユーナ高い、マナミ、あっと、おっと、ここはペナルティーキックをチャンスにました。同点のチャンスです。さあ決めろ、入った、同点。後半終了3分、追いつきました7個。なんかキーパーが失神してる感じがしますね。さあ時間があんまりないぞ、アディショナルタイムは2分。さあここボールを取りに行きたい。試合終了です。前半からはなか、前半当初はなかなか攻めてました。前半28分になって、ここでクラバリがシュートを打ったらなんと入ってしまいます。シュートに勢いはなかったんですが、結構空いたところを狙われてキーパーが届かず、そのまま後半へと狭いコンパクトな状態からボールを渡すんですが、これ決められません。こちらも前半はなかなか攻めてたんですがうまくいきません。そしてこの時間帯は比較的相手にボールを渡すシーンが多いです。こちらの自陣で戦うシーンが、その後ペナルティーキックを得まして、これを決めて同点。そのままもう試合終了ということで、1対1の同点で、プレーを終えました。これはなかなか、フルメンバーじゃなかっただけに良かったのではないかなと思います。おっと、節子が怪我。これが8位に浮上ですね。7勝10敗4引き分けです。残り1試合です。さあこれでですね、函館ペンタゴン戦が待ってます。こんな状態、節子をそんないつ、そうか、入ってきたばっかりの選手だったのか。カードがなかなか残ってないですね。はい、というわけで次の準々決勝は函館ペンタゴン11位ですからね、これはもう突破してベスト4に残りたいと思います。次回もお楽しみに、チャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画最後の20秒に流れる関連動画、動画プレイリストの方もお時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。